シークレット魔力ロニクルズ横スクロールゲーム横スクロールゲーム横スクロールアクションゲームとはゲームのアクションを横からのカメラアングルから見てプレイヤーのキャラクターが左右に動くと画面がスクロールしていくビデオゲームのことであるこれらのゲームはスクロールするコンピュータ表示技術を利用している横スクロール形式の一般的な仕様はプラットフォームゲームのジャンルである プラットフォームゲームはジャンプしたり登ったり多様な高さを駆け抜けたりするアクションゲームである。スーパーマリオブラザーズはこのタイプの最も有名な横スクロールゲームの一つである。横スクロール形式はバトルトードシリーズのようなベルトスクロールアクションゲームでも人気がある。横スクロールは二次元のブックアームアドベンチャーズデラックスや韓国の MMORPG。 モンタロなどのロールプレイングゲームでも使用されることがある。ベルトスクロールアクションゲームでは画面がある地点までスクロールして停止し、次に進むまでに画面上の敵を倒さなければならないことがよくある。また、横スクロール形式は R タイプやジェッツウェルガンズなどに代表されるシューティングゲームのジャンルでもよく採用されている。このゲームスタイルではプレイヤーは左から右に飛ぶ。 一般的な宇宙船からスタートし、パワーアップして敵の大群に立ち向かうことができるようになる。このジャンルはディフェンダーなどのテンポの速いゲームにそのルーツがある。横スクロールを採用しているビデオゲームでは、プレイヤーキャラクターの速度や方向に合わせて画面が前方にスクロールしたり、以前に訪れたステージの一部を後方にスクロールしたりすることがよくある。他のゲームやステージでは、 プレイヤーキャラクターに追従してスクロールするが、スクロールは前方のみで、後方にはスクロールしないので、一度画面の奥に行ってしまうと、もう訪れることができない。ゲームの中には、画面が勝手に一定の速度で進むステージもあり、プレイヤーは画面に追従して障害物を避けたり、画面外に出る前に物を集めたりしなければならない。R タイプなどのシューティングゲームでは、 このように画面が勝手に横スクロールすることが多い。マリオシリーズではこの3種類の横スクロールを全て使っている。ほとんどの場合、横スクロールのビデオゲームの画面はプレイヤーのキャラクターに追従し、それを画面の中央付近に位置しようとする。他のゲームではキャラクターの動きに合わせて画面を調整し、キャラクターの動きとは反対方向に中心から離れて、 キャラクターの後ろよりも前に多くのスペースを表示する。ゲームは横スクロールゲームとはみなされずに横スクロール機構を使用することができる。そのようなゲームの一つがオーサムナッツで、ここでは横スクロールの機構が使用されているが、単に横にスクロールするだけでは目的を達成できないため横スクロールゲームとはみなされていない。セガのボンバーは 1977年4月に発売された横スクロールシューティングのアーケードゲームである。ウィリアムズ・エレクトロニクスから発売されたディフェンダーは単一の固定画面の枠を超えてゲームの世界を拡張できるという点で大きなブレイクスルーとなった。ディフェンダーには1980年のゲームバトルズニア、ラリー X でも使用された小さなマップやレーダーが含まれている。 1981年、スクランブルは複数の異なる高さのある最初の横スクロールゲームだった。その後、横スクロール形式の技術は奥行きのある錯覚を与えるために使われたラスタースクロールにより大幅に強化された。背景画像は異なる速度でスクロールする複数のレイヤーで表示され、水平線に近い物体は視聴者に近いものよりも遅くスクロールする。 ムーンパトロールは1982年にこの機能を導入したとされている。同じ年に発売された対等のジャングルキングもラスタースクロールが特徴ではあった。1984年に発売されたシャープ X1 用のホバーアタックは全方向に自由にスクロールし、直進だけでなく斜め方向にも射撃できる初期のランガンシューティングゲームであった。 1985年には、プラットフォームのシューティングゲームとしては、画期的なタイトルである、テグザーを発売した。1985年、コナミの横スクロールシューティングゲーム、グラディウスでは、プレイヤーが武器の選択をより自由に選択できるようになり、戦略の別の要素が導入された。このゲームでは、プレイヤーが成功を収めるためには、位置を覚える必要があった。 象徴的な主人公を持つグラディウスは、横スクロールシューティングゲームを定義し、いくつかの続編を含むシリーズを生み出した。1987年に発売されたコントラは、その他方向への照準と二人での協力プレイで特に高く評価された。しかし、1990年代初頭までには16ビットコンソールの人気もあり、スクロールシューティングゲームのジャンルは過密状態となり、 開発者は独自性を打ち立てるのに苦労した。対等のスピードレースは西角と博が設計したレースゲームで頭上視点の縦スクロールを採用していた。キーゲームズのスーパーバグと当たりのファイアートラックはトップダウンビューの多方向スクロールを採用している。どちらのゲームも白黒であるがスーパーバグは画面中央に黄色のオーバーレイを使用している。 1980年には、ナムコのカラー付きドライビングゲーム、ラリー X も多方向スクロールが可能となり、どちらの方向にも素早く画面を引っ張ることができるようになった。また、地図上に車の位置を表示するレーダーを持つのも初期の例である。アクティビジョンのグランプリは、1982年に発売された、あたり2600用の横スクロールレースゲームである。 1984年までには、任天堂のエキサイトバイク、SNK のジャンピングクロス、幻想的な生き物の間で、徒競争をするウィリアムスのミスティックマラソンなど、他社からも横スクロール形式のレースゲームが売り出された。最初のスクロール式、プラットフォームゲームは、1981年発売のシューティングゲーム、ジャンプバグであった。プレイヤーは、 飛び跳ねる車を操作して、建物や雲、丘などの様々なプラットフォームをジャンプして進む。それは、水平、垂直の両方にスクロールするジャンプが特徴であった。1984年、パックランドは、スクロールプラットフォームゲームをさらに一歩進め、単なる、ハードルジャンプのゲーム以上のものになることを目指した。これは成功しただけのタイトルではなかった。それは、ワンダーボーイや、 スーパーマリオブラザーズのような後のスクロールプラットフォームゲームに近いものであった。それはまた複数レイヤーのラスタースクロールが特色であった。同年には影の伝説が発売され全方向に伸びる高さを提供した。セガは初のマスコットキャラクターが登場する水平スクロールの単純なプラットフォームゲームフリッキーを発売した。ナムコはパックランドに続き 翌年にはファンタジーをテーマにしたドラゴンバスターを発売した。1985年に発売されたファミリーコンピュータ向けへプラットフォームゲームスーパーマリオブラザーズは後に続く多くのスクロールプラットフォームゲームの原型となった。1999年のギネス世界記録によるとこのタイトルは4000万本以上の売り上げを記録した。その成功は 8ビットコンソール世代にこのジャンルを普及させることに大きく貢献した。セガはこの成功をアレックス・キットシリーズやワンダーボーイシリーズで再現しようとした。このうちワンダーボーイシリーズはアドベンチャーゲームとロールプレイングゲームの要素を伝統的なプラットフォームゲームと組み合わせたことでも知られている。1984年。 カンフー映画の影響を受けたスパルタン X はシンプルなゲーム性と複数の敵が登場するベルトスクロールアクションゲームの基礎を築いた。また、1984年のカラテカでは格闘アクションにプロットを追加する試みにも成功した。また、それはカットシーンを含む最初のベルトスクロールアクションゲームでもあった。1986年テクノスジャパンは 前年に発売した格闘ゲーム、エキサイティングアワーのノウハウを活かし、熱血紅白二尾くんを発売した。当時話題となっていた不良学生同士の喧嘩を主題とした同作は、その斬新さから大ヒットした。欧米版である、レネゲードでは、裏社会での復讐をテーマにしたプロットが追加され、他のゲームのような原則的な格闘技よりもゲーマーに人気があった。レネゲードは、 水平と垂直の両方に移動する機能を導入し、今後のベルトスクロールアクションゲームの基準となった。1987年に発売されたダブルドラゴンは5年近く続いたベルトスクロールアクションゲームの黄金時代の幕開けとなった。同作は国尾くんの精神的な後継作としてデザインされたが、詳細な武術による攻撃と卓越した2プレイヤーの 強力型ゲームプレイによりジャンルを新たたな高みへと引き上げたダブルドラゴンの成功は、1980年代後半のベルトスクロールアクションゲームの頻発をもたらし、ゴールデンアックスやファイナルファイトのような他とは違って評価されたタイトルが出た。ファイナルファイトは、当初、ストリートファイター89というタイトルで、ストリートファイターの続編として開発されていたが、 最終的には別作品として発売された。同作はこのジャンルで最高のゲームとして評価され、二つの続編を生んだほか、後に他のシステムにも移植された。ゴールデンワックスは直感的なハックスラッシュアクションと協力モードが高く評価され、個性的な戦闘スタイルを持つ複数の主人公を選択することで影響を与えた。 ファンタジー要素が強く、他のものとは一線を画した最強のベルトスクロールアクションゲームと言われている。横スクロールは1980年代のアーケードゲームや様々な家庭用コンピュータ、ゲーム機でよく知られた形式である。あたり8ビットコンピュータやコモドール64のように、この処理用に最適化されたハードウェアを持っていることが多かったからである。しかし、 IBM 五換 PC はそうではなかった。IBMPC のソフトウェア上でのスムーズなスクロールは開発者にとっての課題であった。1980年代初頭にはムーンパトロールやディフェンダーなどスムーズにスクロールするアーケードゲームを PC に移植した作品がいくつかあった。1986年に発表されたソッピースの第2版もまた スムーズなスクロールを特徴としていた。1990年、当時ソフトディスクに勤務していたジョンディー・カーマックは、アダプティブタイルリフレッシュとして知られるスムーズなスクロール技術を開発した。この技術は、スーパーマリオブラザーズさんの最初のクローンで、マリオの代わりにソフトディスクの初期のゲームのキャラクターである、デンジャラス・デイブが登場するという、コンセプト実証ゲーム。 著作権侵害のデンジャラスデーブで実証された。このデモの成功を受けて、カーマックラはソフトディスクを辞任し、ID ソフトウェアという会社を設立した。ID ソフトウェアは同年、コマンダーキーンを開発したが、これは滑らかなスクロールグラフィックが特徴の初の一般向け PC、プラットフォームゲームであった。ありがとうございます。